バウンティーラッシュキッドロー。キドロの強みは主に2つ。1つ目、高い防御力。敵に攻撃するたびに防御力が増加していきます。防御力無視や割合ダメージなど一部の攻撃以外ダメージをなかなか受け付けない。無理やり旗を握る特性、そしてダッシュ中よろけダウンしない特性などを活かして比較的簡単に旗を取ることができます。もう1つの強みは交代性能。通常攻撃長押しでキッドとローを交代できます。体力が別々になっているのでゲッターとは思えない耐久性を誇りますし、スキルが実質4個になるのが非常に強力。しかも2人ともに無敵スキルがあり、それぞれダメージ減少無視、防御力無視と普通にやってることはやばいですよね。現環境トップクラスのキャラたちですが、最近防御力無視スキルや防御力増加解除などが登場したため以前よりは厳しくなりました。ただ簡単に防御力を上げられますし、スキルは開票すればまあなんとかなるので最強という称号は揺らがないのかなと思います。ユースタスや、あとは頼む。ちょっと待って、お前それは。